このようなバーチャル空間を簡単に、そしてローコストに実現可能な VR カムライトを紹介します。今回説明を担当するコシオと申します。よろしくお願いします。まずは VR カムライトの仕様を説明します。宝永の扱う VR カムシリーズのローコスト版製品です。VR カムライトの特徴は大きく5つです。まず、ブレインストームの高品位な CG をノート PC で手軽に運用が可能です。ゲーミング PC 相当のスペックで運用でき、利用できるカメラは NDI、NDI-HX に対応したカメラやノート PC 装備の Web カメラです。また、フリーD出力に対応した PTZ リモートカメラと連動可能です。CG 内の仮想カメラ機能によって固定カメラであっても擬似的なカメラワーク演出が行えます。それではこの VR カムライトに関してもう少し詳しく見ていきましょう。本日の紹介内容です。最初にシステム構成を説明します。 VR カムライトの構成は非常にシンプルです。VR カムライトをインストールしたノート PC のウェブカメラからの出力、もしくはリモートカメラ、iPhone、iPad を NDI で接続し、VR カムライト内で撮影した映像と CG を合成して NDI で出力します。実際、本日の動画は VR カムライトを使用しています。その機材構成をちょっとお見せします。こちらにグリーンの壁がありますね。実はこれが CG 映像を合成する際に大事な仕組みとなっています。このようなグリーンの壁を背景にして、グリーンのところだけに CG を載せる技術をクロマキー合成と言います。では、バーチャル空間に戻ってみましょう。VR カムライトはこのクロマキー合成をソフトウェア処理で行うことにより、ノート PC で実現できているんです。ここまでクロマキーに関して紹介しました。それではカメラと CG の動きの連動について紹介します。まずは VR カムライトの特色である仮想カメラの説明をします。NDI で接続したカメラと仮想カメラポジションを設定することでダイナミックな演出を行うことができます。仮想カメラポジションは16パターンまで設定が可能です。元のカメラ映像と VR カムライトで構成した映像を並べてみました。実際に仮想カメラを動かしてみますね。カメラは動いていないのにこんなダイナミックな演出ができてしまうんです。これは CG 内でカメラ映像を動かしているので実現できているんです。面白いですよね。仮想カメラだけでなく、実物のカメラに連動して CG を動かすこともできます。実物のカメラに連動するためには、対応しているカメラを利用する必要があります。VR カムライトは、FreeD というデータを出力可能な PTZ カメラに対応しています。このようなカメラをセンサーカメラと呼んでいます。センサーカメラでは、カメラの動きをデータとして出力します。VR カムライトはそのデータを利用して実際のカメラの動きに合った CG を作画します。実際のカメラの動きと合成映像を並べてみましょう。カメラの動きに合わせて CG も動いていますよね。これがセンサーカメラとの連動です。実は VR カムライトでは iPad のカメラとも連動ができます。ちょっと紹介してみますね。実際に連動させてみます。このアプリは画像認識で位置検出していますので、グリーンバックでの使用は難しいですが、AR 的な合成で使用可能です。
このように iPad とノート PC だけで AR 合成もできてしまいます。はい、カメラ連動に関して説明してきました。このようなバーチャル AR のシーンを組む設定はどれくらい難しいと思いますか？実はとても簡単な設定でこのような演出を作ることができます。では最後に VR カムライトの価格と販売形態に関して説明します。 VR カムライトは定価80万円でソフトウェアでのご提供となります。ソフトウェアは USB 媒体でのお渡しとなります。購入時に CG セットが標準で5セット付属し、追加したい場合は1セット1万円でご案内しております。また CG セットと合わせて AR テンプレート100セット以上も標準でご提供しています。利用可能な PC に関しては NVIDIA 製のグラフィックスエンジンを搭載したゲーミング PC となります。放映で推奨 PC を提供することもできますが、お客様でご用意することも可能です。その場合ちゃんと動くか心配ですよね。いえ、心配いりません。 VR カムライトの評価版を用意していますので、事前にテストすることが可能です。 VR カムライトの評価版は製品版の機能をお試しいただけます。ただし保存の制限と出力映像にウォーターマークが表示される制限があります。実際に評価版を起動してみます。起動に少しお時間かかります。評価版にはサンプルシーンも入ってますし、保存以外のすべての機能をご利用可能ですので、操作感等すぐつかめると思います。はい、起動しました。タイトルに使用版と書かれていますね。サンプルシーン読み込んでみたいと思います。先ほど作ったシーンもちょっと混ざっていますが、サンプルシーンとしてはこの AR01 と VR テンプレートというものがサンプルシーンになります。そのサンプルシーン読み込んでみますね。実際に評価版にはサンプルシーン以外にもライブラリーが少しだけ用意されてますので、そちらを使ってご自分で番組を作ることも可能です。はい、起動しましたね。今出力映像を確認して見ていただけるとわかると思いますが、薄くブレインストームという文字がウォーターマークで表示されています。で、この評価版を利用して使っている PC がこの CG を正常に出力できるのかどうかと、そういう評価もできるようになっています。この青いアイコン部分ですね、ここで右クリックをするとパフォーマンスの表示というものがございますので、ここでチェックを入れると出力画面にグラフが表示されます。今下の方にちょっと見えてはいるんですけれども、白い線とその下に青いバーと赤いバー、これがずっと動いてます。この青いバーと赤いバーがこの白い線を越えなければ、問題なく使用できるパソコンということになります。これを目安に評価していただければと思います。最後にまとめです。機能や仕様についてのまとめです。こちらはこれまでご紹介した内容になります。 VR カムライトがあればローコストノート PC1 台から手軽に始められる、難しい CG 制作が不要、簡単な操作といった特徴を生かしてバーチャル運用を今まで以上に気軽に始めることができます。それでは皆様ありがとうございました。